で、これ混ぜてください。あ、かわいいでちゅねー。どうも、キャベツ太郎です。今日はキャベツレシピでございます。はい、何をやるかっていうと、春キャベツがね、今日出回ってたんで、春キャベツをやると思います。今回やるのは、春キャベツで作るですね、超速中華丼ですね。これね、マジ早くてマジうまいです。家にあるものだけでできるので。中華丼ってまあ、ものすごく材料が多いんですよ、あれって。今回はね、少ない材料でやります。キャベツ、シーフードミックスぐらいです、具材は。僕はいつも手間のかかるもんもやるんですけども、こういう日々のお役立ちレシピもぜひやりたい。ちょっぱやレシピもやっていきたいと思います。今回は春キャベツの超速中華丼でございます。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。材料はね、春キャベツ大体 100g ぐらい、だから8分の1玉ぐらいですかね。で、シーフードミックス、今回ね、シーフードミックスで作ります。お肉とかでももちろんいいんですけども、今回はね、シーフードミックスあんまり僕使わないんで、もう本当にスーパーで売ってるようなやつです。あと生姜ね、 5g ね、 5g 生姜で、ご飯です。あとは調味料、概要欄に書いてありますので、そちら見てください。超速親子丼ということで、割と早いです、これは。なんで私も超速ハイボールをね、飲んでね、どれだけ超速に挑戦できるかっていうのをやっていきたいと思います。超速ハイボール、この間何分ぐらいかかったっけ。30秒弱。前も超速でハイボールを作るっていうのをやってたんですけども、今日は30秒切ります。さあ、超速でできたハイボールを飲んで、超速を理解していきます。くー、超速で作ったハイボールうまいな、ということでやっていきたいと思います。最初にね、これ解凍から入った方がいいんですよ。で、これの解凍は、まあ、時間がなければこのまま電子レンジで解凍するだけでいいんですけども、時間がある方、塩水で解凍するんですよ。大体に 100g に対して 300cc ぐらい入れちゃってください。はい、で、お塩大体ね、小さじ1とちょいぐらいね、入れてください。これはね、有名な方法なんですけども、あの、塩水で解凍することによって、普通の真水でやっちゃうとね、結構ね、いろいろ抜けちゃうんですよね。はい、うまみが。塩水で解凍すると具合が良くなります。時間がある方はこういう風に塩水で解凍してください。ない方は電子レンジで解凍してもいいとは思いますけども、これで、部屋が暖かければ30分ぐらい待てねえって方は、でも塩水につけといてください。ちっちゃいエビとかはすぐね、あの、解凍できますんで。なんで最初にこの解凍をやっといてくださいね、塩水で。じゃあ他の材料切っていきますね。生姜です。生姜ね、あればでいいんですけども、生姜入れていただきたいですね。はい、これで千切りで、まあ、細切りにしていただければ大丈夫だと思います。できるだけ細切りが僕はいいかなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じ。キャベツはもうほんとざく切り、まあ、もうこんな感じでね、ざく切りしてください。もうね、これもう以上です。で、あとはね、あの、ご飯がね、僕はあの、冷凍してあるご飯、大体ね、これね、200g で、冷凍してるんですけども、3分30秒で解凍されます。じゃあフライパンね、シーフードミックスなんですけども、さっき入れてからね、まあ、5分ぐらい経過したんですけども、もうね、プリプリに解凍されてます。これ溶けて、この魚介のプリッと感が出ればもう大丈夫なんで、はい、これを使ってください。こんな感じね。で、人によっては冷凍のまま入れてもいいだろうっていう方もいらっしゃるんですよ。もちろんね、あの、冷凍で入れても美味しくはできます。なんですけども、こうやって丁寧に解凍したものっていうのは、あの、この魚介の伸び、あの、縮みが少なくなるんで、あの、僕はやった方がいいかなっていうふうに思います。で、そしたらやっていきたいと思います。ごま油、今回小さじ2杯ぐらい、これぐらいかな。はい、で、火にかけます。そして火にかけたら、最初は生姜を入れて香りをつけていきます。はい、そうするとね、生姜の香りが出てきますので、ここでキャベツです。シーフードはね、最後でいいですよ。キャベツ炒めましょう。ここで火加減はね、最初から中火で大丈夫ですよ。はい、そしたらキャベツちょっと、あの、炒めてるじゃないですか。これちょっとね、あの、焦げ目つけたいんで、軽くね、これね、炒めて、このまま炒めておきます。
べてる間に中華っぽいお皿でなければ丼とかでもいいんですけど、ここにご飯ね、解凍したご飯を盛り付けていきます。はい、200g です。こうしたら結構この、キャベツがしんなりしてきたっていう合図なんで、ここでシーフードミックスね入れていきます。さっき解凍したやつです。はい、これを入れて炒めていきます。はい、で軽く、炒めていくんですが、この間に調味液用意します。水 150cc です。トーミシャンタン小さじ3分の2ぐらい、3分の2ですよ、これぐらいですよ、これぐらい入れます。これが味の要になってきますね。あと片栗粉です。はい、片栗粉小さじ2杯、ちょっとね、あの中華丼なんでとろみつけます。このスープにね全部入れちゃっていいんで、入れる水分と中華スープと一緒に、これ入れることによって、かなり、ね、時短になります。したらここにさっきの中華スープと混ぜた片栗粉ね入れます。これねやったら強火でいいです。こんな感じでね、ちょっとこうほら、そうするとすぐとろみついてくるの分かります？これほらすぐねとろみがついてくるんですよ。これが中華丼の感じです。もうとろみがもうポテンポテンになってきますんで、そしたら仕上げに黒胡椒、これ軽く塩胡椒してください。で仕上げにごま油、あんまり入れすぎてもごま油の味になっちゃうんで、それ一杯でいいです。でこれ混ぜてください。はい、このとろみですよ。はい、これをご飯にかけていきます。じゃあかけていきますよ。こんな簡単にできちゃうんですよ、皆さん。かわいいでちゅねー。ということで、春キャベツで作る超速中華丼完成でございます。超速中華丼、いただきたいと思います。いただきます。くぅー、具だくさんだな、これ。え、これうまっ。シーフードプリプリプリキュア、デリシャスプリキュア、めちゃくちゃうまい。シーフードミックってこんなうまかったっけ。シーフードのうまみもすごい生かされてるんですけども、キャベツがめちゃ甘いね。醤油あんの中華丼の方が多いと思うんですけども、今回みたいに中華スープだけで作る塩あんがすごい合うと思う。キャベツに塩味がすごく合うから、シーフードも塩味がすごい合うんで、すっごくね調和が取れてます。ちょっと味変形ですか。ラー油しかないよね。お、うめえ。逆に今までなんでキャベツの中華丼がなかったのかを知りたい。キャベツの中華丼、味うまいよこれ。じゃあ超乾杯。乾杯、いただきます。うまい。うまいっしょ。めちゃめちゃちゃんとした中華丼のやつ。よくある白菜入れた中華丼より、うん、好きっすねこれ。あ、甘みがあって白菜より存在感がちょっとこう控えめなんだよね。確かにそうですね。春キャベツってのもあって、うん、私はまあ支えますよみたいな。うん、大和なでしこじゃん。うん、今日は運命の人に出会えた気がする。甘い、マジでうまいっす。うまいでしょこれ。最高なのよ。こんなに簡単にできるのに、うん、こんなに美味しいってことなんですよね、東十字路さん。これはね、やってほしい。一人暮らしの人も、二人暮らしの人も、三人暮らしの人も、東十字路さんもやってほしい。めちゃめちゃ美味しかったです。ということで、皆さん、ぜひ今日の超速中華丼やってみてください。ちょっと待って。俺絶対みんなわかると思ってた。で、堤真一が魚きれいに食うのが、え、そこ？そこ？あそこしか。いやえ、それなんですか？え、それ大和なんですよね。で、大和のね、誰しこだよ。そうですよね。そう、医者のふりするやつですよね。うん。